ひろゆきって一回の安心でどのくらいのスパチャの額もらってるのを計算してみてくださいあの、えー、とスパチャされた額の30%ぐらいが例えばその、えー、と iPhone でスパチャをしますと で、iPhone でスパーチャーをすると30%がまず Apple に取られるんですよね。で、Apple に取られて、で、そのお金が Google に行って、で、Google に何か取られて、その僕のところに入るので、なので、携帯からスパーチャーをすると、なんか半分ちょっとぐらいしか多分入らないらしいんですよ。なので多分あの Google が30取って、Apple が30取ってみたいなそんな感じらしいので。なので、あの、 pc からこうスパチャをした方が実は見入りが多いみたいなのがあの youtuber あるあるだったりするんですけどはい。までもユーザーは知ったことじゃないって感じですよねはい。